コンボルブルスアーベンシス西洋ヒルガオはヨーロッパに生息するヒルガオ科のツル植物。園芸植物としてはコンボルブルスアルベンシスという学名で呼ばれることもある。ヨーロッパを原産地とする。南北アメリカ、オセアニア、アジア、アフリカに移入分布する。多年草。0.5から2メートルくらいに成長する。葉は螺旋状につき、糸状もしくは矢尻形で。 長さは2から5センチメートル。傭兵は1から3センチメートル。花はトランペット状で直径1から2.5センチメートル。色は白、またはパールピンクで5つの少し濃いピンクの放射状の帯がある。以下の2つの足がある。日本では観賞植物として導入されて1940年代以降全国に定着した。綺麗な花を咲かせるが、 成長が早く、栽培している植物を追ってしまうため、庭ではしばしば雑草として迷惑がられる。また、農作物にも悪影響を与える。外来生物法により要注意外来生物に指定されている。ABC 滝安彦、財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡者、2008年4月21日。 ISBN 978から4から5 8 2 5 4 2 4 1 7 a b 西洋ヒルガオ国立環境研究所新入生物 DB ありがとうございます。